皆様お待たせいたしました。それよりこれより B卓2回戦の模様をお送りいたします。失礼いたしました、はい、実況砂尾正和、そして解説は二見さんと日向さんです。変わらずよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、予選 B 卓1回戦を終えましてポイント状況なんですけれども、こちら今対局室にモニター映りましたが、プラス 91.6 ポイントが魚谷、そして小笠原がプラス51ポイント、そして綾瀬がマイナス 43.8 ポイント、黒沢がマイナス 98.8 ポイントとなりました。さあ、このポイントをもって2回戦目に進むということですね。二見さん、さあどうでしょう、見どころ、まあ、2強になりましたけれども、まあ、ちょっと1回戦目っていうか、まあ、はい、エータ君の時にも言いましたけれども、うん、はい、ポイントに直すとちょっと分かりにくくなっちゃいますが、うん、まあ、実は単純な話で、はい、小笠原さんは600点以上の差をつけてトップを取ればいいだけです。はい、そこだけなんですよ、ね、そう、大谷さんとは600点以上差がついて自分がトップだったら終わりです、あの、はい、勝ちです。はい、はい、でもしトップじゃない時には自分が2着で大谷さんがラス、これならほぼ逆転です。はい、これも600点差がついてれば OK と、はい、いうだけのことですね。たった1人が準決勝に勝ち上がりということになります、うん。さあ、それではいよいよ予選 B 卓2回戦いきましょう。対局開始です。さあ、始まりました。第1ブロック予選 B 卓2回戦です。さあ、本一局親番は魚谷です。先ほどの順位に沿ってポンチャ魚谷、なんちゃ小笠原、チャーチャー綾瀬、ペーチャ黒沢という座順になっています。ドラはウーピンです。さあ、皆様には画面の右上に名前とポイント出ていますが、一番上のプラスというのがね、現在の先ほどご紹介しましたポイントになりますね。親が悪くない形、あ、でも小笠原もいいですね。はい、このカボクイーンカップルールの3品の赤1枚入っておりました。B タクの1回戦でね、3品のアンカーも見れましたからね。いや、そうですね、うん、黒沢のアンカーあれに関してはまた魚谷プロからも何か感想あったみたいですね。いや、すごい、もう、うん、なんかプロとしてこのルール、はい、もうすごくしっかり打ってくれて、うん、はい、それから自分は逆転できたけど、うん、あの3品はすごかったねっていう話でみんなで盛り上がってました、はい、ああ、そうですね、はい、うん。さあ、という1回戦を終えて今2回戦に入りました。小笠原と魚谷、まあ小笠原ちょっとこうメンタル的に今どうなのかなと思うんですけどもね、まあ、今逆転に燃えてると思いますからね。もちろん二見さんお話しされてましたよね。毎年僕小笠原さんがいるんですよ、あの解説に来た日に。あ、そうですか、はい、一昨年なんかすごく衝撃的な負け方をしたんですけど、うん、その後もなんかニコニコしてて、うん、あのそん なんか深刻さをこっちがなんか気遣うようなこう深刻さとかは、はい、あのなんていうの必要ないぐらい、うん、まあ、努めて明るく振る舞ってくれてるのかもしれませんけれども、まあ、今も結構あれでしたね、何がダメでしたかねみたいなそんな感じで、あの前向きに、うん、多分彼女のいいところですね、そういうところが。怒ってる姿とか見たことないですよ、私。だってもう1ゲーム打たなきゃいけないんだもんね、うん、なんか変なしょげ方してるとちょっと良くないですよね。うん、ちゃんとね、条件を確認して席に着かれてましたもんね。確認しなきゃって言う、そうそうそう、確認しなきゃって。佐藤が重なりました。黒沢、こちら魚谷、イーシャンテンです。まあ本当にすごいね、1回戦の大逆転劇がありました。うん、さすが魚谷プロという感じもありましたね。あそこをまくれるのって、うん、なかなかできないですからね。そうですよね、うん、あのさ、さあ3ちょっと難しいですねこれは、うん、シャーとかはあるですよね、まだある。うん、じゃあそれね、こう3品が安感できない形には持ちたくないですからね。そっか、まあね、これを3品安感しちゃうとという。いやでも選んだのはそのできない方ですね、ちょっとこれ赤ドラドラなんで、痛い。そうですか、三眼光も見える手ですからね。ヤンピン手かけてたらあれですか、うん、シャンポンになってた感じですか、うん、
そうですね、ちょっと紛らわしい3品も引いちゃいましたね。じゃあね、うん、3品引く前でしたらあれですからね。そうですね、どうやってもテンパですからね、あれは。はい、さあ、トン一曲魚谷の親番から始まっています。2回戦テンパイ、こういう時の判断少し悩むんですよね。実際難しい。リーチ打つんですかね。うん、まあ、なんかそうっぽいですよね、あの大谷さんのなんかこうジャンプというかね、うん、そんな感じからすると、まあ親ですしね、これ子供でなんかリーのみとリーチとらうんリーのみですよね。そうなんです、のみのみて。町はリャンウーマンです。これはリャンワンがあと2枚とウーマンが1枚。さあ残り3枚です。まあ11日目だってことを考えれば、うん、こういう手でリーチを打つときにちょっと悩むのが、直撃チャンスを作ってしまうっていうことなんですよね。この打点とこのバランスの手をロックして周りに攻められたときに、はい、それはねあんまり良くないから、あのちょっと間があったんだと思います、うん、押し返されたときにちょっと怖いということですか。うん、なんか普段のそのリーチかけてない時のあの打ってる時のバランスだと、大谷さんのジャン力ってほぼ補充がないんですよ、基本的に、うんうん、だけど無防備に唯一なるのがリーチを打った時、はい、それはもう持ってきていらなかったら切るしかないので、うん、逃げられないから、こういう時がある種あのなおちゃんとかチャンスってことですね。さあという逃げられないリーチもかけていますが、小笠原、いやもうこれすごい、もう仕上がればすごい高い手だから、うん、まあ、実際こんなに順目かかっちゃってね、もうちょっと厳しそうですけど、3品引けるかもしれないですからね。あと1枚ある、うん、はい、ああ詰まった、リーチいつも1000ゴールですね。はい、裏は乗りませんでした。さあまずはこちら魚谷、あの誰がどういうふうにしてこう対応してくれるかとか、どういうふうな意図で打ってるかとかみたいなことを大谷さん考えているってことだと思うんですよね、うん、1回戦目の後のコメントからすると、はい、すると黒沢さんが相変わらずがすごい捨て牌を作ってるんですよ、うん、ってなると自分の親番以外はそんなに上がってくれないかなっていうのがあると思うんですよね。そうなるとね、自分がやめちゃうと大谷さん自分が展望を持ってあの頑張っていかないと小笠原さんがトップを取る可能性ってすごく高くなると思うんですよね、うん、それもあるから、ね、やっぱり自分が両面で親で、まあ、ドラはないけどあのちゃんと戦える時には先にちゃんと先取ったらリーチしようっていう感じだと思いますよね、うん、少し間があったのでね、うん、そういうやっぱいろいろな悩みがあって、そうですね、超えた結果天秤にかけた結果やっぱりリーチの方がいいと損得考えたんですね。でも実際本当そうですよね、自然に打てなくなってる選手がもう条件ができちゃっているわけですから、その分小笠原さんとかに展望が流れる可能性ありますもんね。まあ正直に話、2回戦目になったらまだまた2回ずつ親番あるかわけですよね、で当院局でしょ、だからどう打ってくるか微妙だったと思うんですよね。ただもう11巡目までさっきのは来てて、であの通りの川になっている、まあ、結構リーチって言ったら、はい、テンパってない限りは、ね、うん、やめかなみたいなのとかも見えてたと思うんで、うん、さあどうしましょう。これは一つほぐしますか。そしてこれは小笠原、すでにイーシャンテンなんですね、クイーンカップ準決勝を目指してのこの予選 B 択、まあ人によって考え方それぞれなんであれですけれども、2回戦目になってトングフラットになって、はい、またあの親番がなくなるまではある程度まではね、普通の進行でそこそこの打点でも上がり取りに行くよとかっていうのも一つの手だと思いますね、うん、黒沢さんの立場って相当難しいと思うんで、うん、もう子供の時からもね、万願ぐらいは最低作らなきゃダメだよ、うん、いや黒沢さんの場合なんかハードルがもうちょっと高そうですよね。確かに万願どころか跳ね万倍万ぐらいなんか考えてそうなんですけど、2シャンテン。さあ小笠原、パスを待ち、はい、
テンポ入れています。はい、全順リーチかけました、はい。ウソがあと1枚とパソが2枚、まあ、すんなりローワン引けたからあれなんですけどもね、サブローワン2枚使ってるのにさらに受けているっていうのが嫌で、ね、ローソーほぐして様子見るところをまず最初に中チャンパイ打ってるんで、まあ、逆手順打ったような顔になってるんで、なんでもない、なんかね、普通にみんなが上がりに来てる局面だったらスッとパーソーが打たれてもおかしくなかったはずなんですけど、あや、うん、さんの雀頭になっちゃいましたね。こちらですね、うん、いや、小沢さん積もれば大谷さんお役かぶりですし、直撃が積もるか、チートイドラダラのイシャンテンぐらいでは押さないよってことですか、黒沢さんね、うん、なんか自己都合でいいピンとかなんかピンっていっちゃいそうなもんなんですけど、うん、あ、パソワンか、あ、これが出る、さあこれは上がり牌です。裏が乗りました。8000は8300点リーチピンフ裏一本場8300点、これでトップ目。さあ魚谷に続いて今度は小笠原、まあ魚谷さんからすればね、1000ゴール積もっといたことで8000横移動してもね、半分しかダメージないね。ジャンキー打たれたぐらいの感じで点差はいけるんで、うん、親の手。さあどうでしょうか、ドラはパーソーです。運が統一、こちらドラドラ綾瀬3統一。お、これが軽いけど軽くまとめないパターンがありますからね、3色も見られるね。さすがにちょっとあれじゃないですかね、あの色系にはちょっと向かなそうな手なんで、いきますか、せめてしごろっていうぐらいしか思ってないと思いますけどね、どうでしょうね、それならまだ、まあ、ちょっと3、4順ぐらいはちょっとツモ見てみないことには、まあ、この後の展開次第。大谷さんもいい、うん、一番量刑でまとまりやすいですからね、大谷さんの形がね、うん、今の上がりで一応現状だと小笠原さんが準決勝ってことですよね。そうです、うん、まあ、1局ごとに変わっていきますからね。最後どっちだみたいなパターンになりそうですけどね、はい、本当そうですよね、最後に上じゃなきゃ意味がない、そうそう、途中でいいからトップ目でも、1回戦目のあの大谷さんの粘り見てると小笠原さんがちょっと進んだところでまたなんかすぐ後ろにいそうですもんね、うん、いや、そうですよね、追いかけてきそう。あの今度はね、上市も逆なんで、小笠原さんが追っかける立場で大谷さんが先になんか2万点とかのリードをした日には小笠原さん相当厳しいと思いますよ、うん、あの上茶が大谷さんでこうなんかリードしてるのはもうだいぶね、きっちり打たれそうなイメージですよね、態度にね、うん、さあドラを持ってきました、イーシャンテン大谷、さあこちらもドラ、黒沢、まあみんな意外とあれですね、そんなに悪い形の序盤じゃなかったんだけど、うん、進まないですもんね、ツモが噛み合ってない、三巡見てみないとっていうねお話でしたが、まだまだちょっと続きそうな、まあ、ちょっと三色にしましょうかって感じですか、はい、大谷、そこちらは綾瀬、綾瀬さんドラ切ってもいいんですけどね、これ2枚持ってるところから切りやすいんですけどね、比較的これドラ切ります？いいんじゃないですか、差し子の3色も見えてるし、なんか私先9番派なんですけど、うん、こちらですね、やはり綾瀬さんと考え方が似ているんですかね。日向さんはもう1枚もうドラ持ってきた時に単葉系で動けてドラさんかって思っちゃうんですよね、ああいう手見ると、うん、さらにこちらに赤さん、ね、もういいですか、もうドラでいいですか、どっちでも別にいいかな、自然なのはドラ、なんかもうちょっとなんかいろいろ見るなら急走とかですか、
いや急走はちょっとあれじゃないですか、手が進みが遅くないですか。これは面白いですね、うん、G1 切り。これは斬新なとこ行きましたね、うん、G1 なんだ。さあという綾瀬から今画面魚谷です。やっぱりこう手役大事にしますね、笠原さんの打ち筋。 G1 は統一落とし、いいシャンテン。紆余曲折ありながら四五郎に向かってなんかですね、そうですね、邁進してます、うん、さあ入れましたね、まあ、みんな長引いただけのことはあって三色に向かっていきますよね、はい、全員三色に向かってないですかこれ。手役派ですよみんな。ここ六チッパーでしょ、はい、ここ四五郎でしょ、はい、流行ってます三色、うん、ここ差し子でしょ、はい、でもこれ差し子になった後どうするんですかね。これなんかドラ表じゃないって、なんかドラ表だけど結構山の中なんですね。2枚いるのか小さ。あすごい、嘘、あの形になるんですね。リャングワンでテンパイしてるけど3色はなくなってるな、自然に打ってると。こちらですね、うん、このここですね、はい、綾瀬。じゃあこのウーソー結構もう出会えないってことですか、うん、黒沢さんが欲しいウーソーだったりは。いないんだ山には。はい、小笠原に1枚、綾瀬3枚。おお、16巡目にシリーチって言いましたね。そっち1でした。お、3面ちゃうかけない、こちらはいかず。スッチ1順からか、順からですね、スッチ1はね、親のリーチですからね、まあ、ここに立ち向かっていくのは少し難しいですかね。さあ綾瀬、まあ、これ三蔵切りですかね、うん、はい、てうん、発想待ち。お、テンパった。大谷さんもテンパ入れましたね、はい、これが入ってウッパワン持ち。え、じゃあ黒沢さん一人脳天だ。さあ開きました。あ、テンパしました、してましたね、はい、すいません、全員テンパイ、はい、で親が続くと、はい、一本場つきまして、うん、全く一本と2曲小笠原親番続きます。ドラは数層です。さあ魚谷小笠原、このデッドヒート、こちらが抜け出していくか。小笠原さんってあのこういう時に口とんがらせるんですよね。あよく見ますよね、可愛いですよね、あれ。それが集中してる時の何かサインなんですかね。なんですかね、結構な頻度で私何度も遭遇したことあるんですけど、うん、多分癖なんだろうな。これ無意識なんですかね。かもしれないです。え、カメラあるからってことはないですよね、多分ね、タイプ的に。それ意識されてたらまたちょっとねいや多分違うと思います、おお、三品をほぐした、はい、小笠原ですね。誰かが持ってるの分かってたんだ、まあ、実際にそうですが、まあ、123があるから、うん、三品ほぐすのが手順っちゃ手順な気もしますけど、うん、このルールじゃなかったら全然違和感感じないんですよね、うん、そうそう、うん、赤もう一枚積もってくるかもしれないから、うん、あんまりなんかね打ちにくいんですけどね、ああいう3ピンって。いいシャンテン、はい、そのピン数今、まあ、ウーワンでしょうね、うん、はい、ああそうか、ドラマスドラが数層だからあれなんでね、ウーソー打っとくっていうのもちょっと抵抗があったわけだ。そうですね、うん、そうかそうか、それならあれだね、1対4だから、うん、だからそれ以外だったら、まあ、数層なくさない方がいいですね、まあウーワン先に打つかぐらいですか、差が、うん、一旦ほぐしとくみたいなね、様子見ってね、うん、これでいそうですね、うん、再び上のリーチがなんか来そうですね、はい先ほどは10本歯までね行きましたけれどもでもねそれね、10本歯だけじゃなかったのがすごいですけどね、あれはね、はい、その前にもう何本か行ってますもんね、一度ね深沢らですね、うん、はい、
5本馬ぐらいですかね。4本馬まで行って、4本馬まで行って、10本馬まで行ったんですね。そうですね。大沢さんの方はだから上がり点が高かったから、はい、4本馬ぐらいであれですけど、ね、回数少なくて、うん、あんな点数まで行っちゃったけど、24局でしたっけ。そうですね、うん、そうですよね、うん、確か完全に2回分ですね、はい。まあ、その長い戦いを経て今2回戦に向かって、うん、まあ、本戦取りましたね、はい、うん、さあこれでサブローワン、まあ、自分が出したリーチボンも回収できるから、まあ、日給は残りで大きいですよね。なあ、ここはじゃあ早瀬さんももうなんかストレートな手組みはしてないですね、うん、完全に。うん、まあ黒沢さんのもね、うん、黒沢さんはね、9番引いてもいいし、ローソー引いてもいいなんだけど、うん、変わらないまま行ってますね、うん、まあ天杯でリーチはかけずと、はい、ローマンツも、あ、積もりました。小笠原中学会1100ホールポンポンと上がって2本馬になりました。さあこれで小笠原リードを広げた。そうですね、広げているけど大谷さんとまだ1万点差もついてない。はい、さあドラは2万です。8700ぐらいある感じですよね多分。269と356、他社は統一、メンツはなし。総図手に詰めていくか。はい、こちらチュン統一。ここもなんか、あの大谷さんも1万点超えちゃうと、はい、他のね、綾瀬さんと黒沢さんがねトップをまくってくれるのがね相当望みが薄そうなので、はい、やっぱり自力で小笠原さんのトップは阻止した方がいいと思うんですよ、うん。ってことは自分がトップにならなきゃってことになっちゃうんだけど、ええ、まあ、現状はそうなりそうですよね。うん、小笠原さんはトップに立っちゃってる以上そうなっちゃいますよね。なのでちょっと1万点はやっぱ超えたくないと思いますね。1万点超えるとだいぶ厳しくなってくるんで、はい、まあ、ですからこの点差の状況でこの中で動きたい、なんとか回しておきたいですよね、はい、うん、離されたくはないですね。あと、はい、40.6 差ってことは、ええ、負けるときには必ず着順1個負けてるんですね、うん、なので1着順差は20ポイントですから、はい、初点で 20.6 広げられちゃったら、うん、必ず負けなんですよ、はい、着順は1個以上絶対負けてるわけだから、うん、そうなると1万点って半分クリアされてるんですね、もうその時点で、うん、あともう1万点分差つけられちゃったら着順に関係なく負けなんですよ。そういうことも考えるとちょっとこの辺でどうにかしておきたいでしょうね。1万点超えるとやっぱりだいぶ厳しくなってきます。はい、うん、というと2局2本馬ちょっと随所点、はい、まあ目安の話ですよ、ええ、まあ、できれば、うん、そうそうそう、あの別にそうなっちゃったからとか絶対負けるかって言ったらそうじゃないんですけど、ただそんなにね苦しくならないために目安としてこの程度の話ですよっていうのは途中の選択の中で自分に言い聞かせてないと、うん、こういうのもね、ギャンズを簡単に切らないのはポンできる牌が出たら単野を移行するからですからね。さあこちら白が重なりました。細かいところが、ええ、きっちりされているのが大谷さんの麻雀ですからね、うん、はい、これどう進めていくんですかね。最後ね泣くのかな S さん。嘘、入りました。いいシャンテンですね、うん、換算像とシャーとウーソーのシャンポンみたいな、うんうん、私としてはまだ弱い、ね、あ、リーチか、まあ、面前で貼ったのでリーチですね。リャンピンとリャンワン、ドラとのシャンポンですね。え、でもこれいいんじゃないですか。リャンピン、山山、リャンワンも1枚山ですね。山さん、はい、3枚山。
広がったけどまだいいじゃんって。あ、リャンワンが1枚ここに来ました。じゃあドリャンピンだけだ。これは現物ですね。小笠原さん追いつくか。小笠原、うん、違う、あ、A でした。シャワーって言ってるんですか。シャワーも、あー、黒沢さんが持っちゃってるんですね。じゃあ出ないですね。山にはない。 E ピン筋残した。まあちょっと残り10名とは相談したい10名ですからね、そろそろね。あ、固まりました。あー、すごい。あ、で、ディーズもドラドラ、ドラ1、うん、2004戦は2200、4200。はい、満貫の上がり。いや、もう、もうすぐそこにずっとついてくれてますよ。はい、くれてるくれてる。4000点ちょっと、うん、まくってますもんね、うん、上になりますね、うん、さあ、今度は魚谷がまたトップ目に立って一歩もお互い引きませんね。引きませんね。いや、面白い。さあ、トン三曲、親番、綾瀬、ドラが言いそう。メンツありませんが、ローソンが、あ、アンコウになってましたね。参考、うん、トンメンツ、はい、悪くないですよね。スピードだけなら速そうです。うん、うん、もちろんこのね、対戦中ですから綾瀬ももちろん諦めてないと思いますが、まあどんな風に打ったらいいんだろうって、なんかちょっとね、うん、心配になっちゃいますよね、こうなっちゃうとね。さっき日向さんも言ってましたもんね、あのこういう形の時どうしていいのかというか。うん、だからなんか、うん、手の作り方がやっぱりこうフラットの時とはもうちょっとすでに違うように私は感じるんですけど、綾瀬さんとか黒沢さんの打ち方見てると、はい、2回目でまだ親が2回あるよっていうよりは、うん、はい、やっぱりちょっと大きく大きく、うん、高く高くなるような選択をしてるので、はい、もうこの条件戦ならではですよね、これも。そうですね、うん、まあ、その綾瀬が親番になっていますが、1回戦の結果から、うん、うん、まあ足りてますからね、ブロック数ね、ドラでいいでしょうね、うん、お、これはなんか急に引き締まって、もう谷、の、いいシャンテン。そうですね、親の先生が来た時ってこの親に対してはなかなか来ないんですかね。上2人が行くのはもう現物待ち天杯とかそんな感じですよね、ぐらいで、うん、だいぶこうなんか勝てそうっていう風に思った時ぐらいですか、うん、いけるぞって。それ以外はあんまりこうね、これぐらいの形は前に出てきませんもんね。現状2着目の小笠原、リーチかけたら威力ありますよ、親。まあ、ですからどれだけ早く仕上げられるかがもうこの曲、毎曲毎曲テーマですか。先手を取りたい。はい、常に先手を。できれば。うん、あ、結構周りがね、今回伸び悩んでくれたからまだこの順目でも。これが一番手に感じますもんね。こちらですね、うんうん、選択ピンズ切るか悩んでるのかな。つもぎり、うん、つもぎりになりました。まあ難しい順目ですね、うん、11順目ですからね。もうやめた方がいいですかね、これこの順目。結構私カンパピンを払うか、そう、やりかねない。そう、リャンシャン点に戻すのはやっぱり気が引けるんじゃないですかね、うんうん、どうですか。いや、そう、3枚見え、うん、出さんそう。まだ誰もテンパイが入らない。さあ、12巡目、
いや進まない。お願いします。あ、これなら、これでローワンですね。そうですね。こちらは本店が取れる、うん、本材はちょっと残したいところですか。はい、うんうん、そうですね。まあパーピンはチーできないですからね。そっか、形式転売ないですね。うん、経験ないんで。じゃあシャンポン残した方がいいかも。両面になった。3ピン切ってる。もうでも振り点は関係ないから、ダチーピンでいいかもです。今のはまあ黒3ピンが場に2枚見えてることは赤しかいないですからね。そう、それはあんまり泣けないですからね、うん、で別に振り点だから天杯にならないんじゃないんで、ルールは目いっぱいに構えた方が損はないですな。もう受けてくれてる。さあこちらの小笠原ね、テンパに入ってるんですよね。そうですね、パーピンはもうありませんね。うん、ああ、まあいらないですけど、うん、いやでもウッパーワンすんなり入った時にローピンでロンってできるかどうかっていうのはちょっとだいぶ違うんで、うん、3ピン赤3ピンもう1枚を引けるかどうかだけの話するんだったら、なんか貫禄ピンのままでもいい気がします、うん、でも自分の実際の受け入れの方も大事にした方が良さそうじゃないですか、うん、その1枚のために、うん、ローピンがローン上がりできなくなるかもしれないわけですよね。あの順目の段階の話ですよ、うんうん、僕は結構これでいいかなと思うんですけどね。泣けましたね。いやそうですね、テンパイしてたからこそ出てくれたウーワンって感じですね。さあ今のが吐いて綾瀬間に合いました。うん、いや本当ギリギリ良かった。はい、綾瀬そして小笠原2人テンパイです。さあまた上が詰まりましたね。これで逆転されたけどまた詰まってきました。うん、さあトン三脚一本場です。二人転配だから1100差ぐらいか。さっき4一差でしたからね。ドラはいいピンです。なんか大谷さんのとこまとまってそうな感じがしますが、はい、こちら親は辛い。 だいぶいいです ね、はい、ですね。ここもまあまあ、このあとこちら、はい、いいです、うん、3色も見えます。また綺麗に仕上げれば離れますね。上2人がスピードと打点をどの辺で折り合いつけるかですよね、こういうね。うん、ある程度折っても良さそうですけどね。置かれてる状況的にどうですか、ダメですかね。まあ、少なくとも1000点2000点ではもったいないですよね。うん、もったいない、うん、この順目にこの格好を持ってたら、うん、まあ、あの闇点で高め3色の単品とかになった、あの単品3色とか高めが3色、はい、みたいなのが入った時にどうするかですよね、うん、まあ、場にどのぐらい枚数出てるのかにもよるし、うん、あれなんですけど、結構私はリーチ打つ派です。あとは面単品にならなかった時ね、まあもうそれでもリーチ打つ面単とかみたいな時に、うん、何巡目ぐらいまでだったらリーチするかとかもちょっと違う。うん、止めていってる。ちょっと急走って嫌ですね。ああ、なんかこれはでも一旦ローソー切りましょうね、うん、なんかあのままじゃお安くなってしまう。まあ親の現物ですね、急走。これ何引けると急走出てきます。ローワンですかね。まずローワンなら、うんうん、いけますね、大急走。カンリャピン入った。さあ、あやせギャンシャンテン、ピンズが伸びた。そうですね、あー小さう。あー、もうこれでダメですね。これで急走出てくるのはほとんどなくなりましたね。カンサンピン引けた時どうするか。1枚ずつですか、ハクペイは。黒沢さんの手ですね。はい、うん、あ、3ピン変えた。
手が進みませんでしたね、大谷さんのね。ここがいいじゃん点。あ、いいカンちゃん引いた。いいじゃん点。まあカンちゃん切りましょうね。やめんやめん。まだ差し子見てるんだ、ウーピン残して。うん、伸びますね、黒沢。連本のチートいつもありますからね。何ピンですか。あ、ウーワン切ってる。なるほど。どうでしょうか。あんこになってくれればいいんですけどね。これも出ました、ハク、泣きましたね、黒沢。最後の牌です。はい、これはパーピンに来てますね。これサブローピンしかもないですね。9ピン4枚見えなんで天牌です。黒沢サブローピン待ち。天牌、これリーチですね。スチーピン、親のリーチが入った。さあ、に対してなんか数ピンってこれすごい生きてるんですね、ひょっとして。数ピン手の中に、数ピンで三山ですね。はい、1枚しか入ってないですね。チーピンはいないですけど、さあ、順面もだいぶ深くなっています。ここだ。うん、魚谷のところに。まだいる。やめました。そうだ、さっき。ああ、積もりましたね。リーズも赤ドラ裏4000は4100オール。4100オール。いやー、綾瀬もここで上がりました。それで続きますね。はい、日本馬となります。まあ、こうやって綾瀬も上がっていきながら逆転の目を拾っていくと、まあ、まずは加点、そうですよね、していかないとね、自分の準決勝見えませんもんね。さあ、トンサヒク日本馬になりました。こちら親番の綾瀬、連盟が多い。はい、ドラも入っています。パーツチョンチョンがそうでもなかったけど、シャアが統一になりました。そして黒沢、まだ微妙かな。一目、そしてこちら小笠原。何統一ですか、小笠原。五統一、チート統一のイシャン点だ。一、ね、回戦ではダブリーもねありましたけれども6000オールだ。はい、赤い3ピン積もったやつですね。昨日のことのようですね。まあ、確かにそうですね。さあ、現在は予選 B 択。あ、いいですね。ああいう急ぎ入りとかあれですよね、すごく順目と合ってて、いいですよね。大谷さんですね。まあ、この後こちら、はい、そちらはもう統一落とします。お、3ピン。親は最短ルートを選びたい。さあ、その最短ルートは一体何なのか。さあ、今のままなら大谷さんが勝ち上がりですね。現状ポイントもまさにこのポイント下のポイントだけでもいいわけですよね、今。そうですね、トップです。はい、でもこのギリギリの点差がこの後も続いていくと、もう最後までハラハラしますね。いや、そうですよね、この状況になっていますけどね。ドラだ。さあ、達成はいいシャンテンなんですが、チートイツはね、もう本当さ、あの早い順目でスッとね、パッとテンパっちゃえば、いいって役なんですけどね。これがなかなかテンパらないと
ちょっとね、具合が悪くなりますよね。リーチだ。さあ、テンパイ、カンサンワン。ドラを引いて。はい。なんかすっごくよく見えますね。うわー、あやつさんのところが完全イーシャンテの膨らんでる範囲が。あー、しかも、これは。それによってあれじゃないですか、助かりましたね。これで追っかけですもんね。いや、行きましたね。うわ、一気にピンチになりましたね。これ、形勢逆転ですね。さあ、大谷の当たり範囲を自分で3枚並べました、綾瀬。持ってきても勘できますからね。はい。だ6球走がそんなにはいない？ 3 枚いる？でも3枚いますよ。996って言いますか？そう。枚数でも勝ってます。はい、ローソー1枚、9走2枚。さあ、一点この大谷がピンチになっていますが、ちょっと宣言牌リャンワンなんで、大谷さんからするとすごい嫌な予感がしてるかもしれないですよね、これ。さあ、その大谷、まあ、1話と1枚あります。3番ですね。はい、はい、さあ、こちら6球走の綾瀬。さあ、ここは、いや、まだいる、まだいる。いや、いますからね。いや、脇に流れない。まだ大丈夫。いやー、どこにいる急走。ローゾーもいる。いや、まだ3枚いますからね。あと1枚。はい、お互いにいるということですが、あやさんが振り込みになることは関するからないってだけであって。そうですよ、うん、ちゃんと分かってます。あとこの魚谷が、でも圧倒的枚数、3枚ですよ、どこ行くの。なんでいないの。脇にも顔出さないっていう、すごいですね。そうですね、見えませんね。うん、あ、吸収。ここに1枚、あと2枚対1枚。決着つくかな、あと1回ずつ。あー、違う、報酬もなかったですね、大谷さん。さあ、綾瀬は、あー、そう、上がれず。さあ、結果このような2人転敗になりました。綾瀬、魚谷、2人転敗です。流局でしたね。決着つくかと思ったんですけれども、ね、つきませんでした。はい、で、親が終わらない。さあ、トン三曲三本馬、教託二本です。親番こちら、綾瀬、天杯連ちゃん、うん、ちょっとサイコロ振ったかどうか忘れちゃったんで、ね、はい、ちゃんと今ね、うん、確認して振りました。さあ、ドラはチーワンです。1122、ちょんちょん、うん、ひとめんともない、ないですね。ドラ受けがある。いや、苦しいか。スピード手腕なんから、そして黒沢、あー、手配面白い。うん、トモトイツ、ドラ1枚、赤1枚。大谷さんもいいですね。なかなか泣いてくれなさそうなんでね。確かに。さあ、ウオトニが白をポン仕掛けました。ヤンシャンテン、はい、ドラチーワンでしたっけ。はい、うん。確認ですか。いや、今回親が苦しいな。綾瀬ですね。うーん、さあ、初は重なりました。ウオトニイーシャンテン。さあ、トン三脚の三本馬、うん、もうトン切り。そうですね、すさまじいタイトですね、これ。さあ、これで一メンツ完成。小笠原、三と一目、綾瀬、そしてこちらの黒沢ですね。ウーピン、さあ、まあ、ドラの両面立つは外すことはないですからね。はい、あそこはもう固定で、
まあ、初交通になったりとかポンしたりとかね、そういった時に、うん、自然に使えるように、はい、パーピンとかでね、うん、まあ、チーピンパーピン待ちでもいいんで、天山ピンよりは官僚ピンのコース、うん、黒さんの手の中に入ってしまうとなかなか出てこないかかもしれないですね、はい、あ、4統一もう統一決めますか、まだ保留、もう大谷さんがねいい形のイーシャンテンですからね、このスピードに追いつく選手いるかな、あ、9ピン出なかった、うん、あ、上間に合いましたね、この上が間に合わないんじゃないかなと思って見てたんですけど、うわ、もうね、まあ、2、3枚ですもんね、あ、ここで出た、まあ、チーの方がいいでしょうね、やっぱり、うん、うん、初アンコになったらね、うん、いや、変えたいんで、うん、もちろんです、はい、9ピンを交換しますからね、はい、両面でチー、あ、ドミステンパってましたね、でもあのウーアンは本当紙一重で間に合いませんでした、さあ魚谷がウッパーワンテンパを入れています、あと1枚ずつですね、はい、パーワンもウーアンも1枚ずつ、もうチートイツイシャンテンなんで、うん、パーワン打っちゃうのかな、うん、そうですね、ね、うん、今出そうだなと思ったら26ですか、26は35、はい、うん、綾瀬から魚谷上がりました、3555ですね、35強卓2本あったんで、黄金の収入だったですよね、うん、で、まあ、大谷さんにとってちょっと良くなかったのは、うん、綾さんから上がっちゃうとね、こうもう完全に一騎打ちにしちゃいますんでね、うん、綾さんがまずはあの小笠原さんよりは上に行ってくれるとちょこっとまだ頑張ってくれるかなってあったんですけど、うん、いやどう打つかですね、この後ね、あ、これで、まあ、とりあえずは、ね、まあ、大谷さんが逆にリード、86かな、うん、86リードしたんでという状況になりました、トン4局、親番黒沢、ドラワチュン、ここに1枚、この局はもうあれですね、普通に平たい手配進行で上がりに来てくれそうですね、黒沢さんね、うん、野蛮ですもんね、さあ、そして小笠原、魚谷のデッドヒート続いている、もうどっちかが抜けたりとかないですからね、まだ、うん、そうですよね、ずっと、うん、近くにいます、いや、近くにいますね、どうなるかわからない、親番の黒沢です、回戦終わってマイナス 98.8 ポイント、どうだ、違う、うん、んー、この立場でドラって切るのどうですか、チューン第一人として手放すのって、いや、この形はだって切らない方がいいじゃないですか、いや、この形はそうなんですけど、うん、次あの春通の一手に変わりましたとか、はい、何か判断でた時に、特にチーピンとか入るようだったらチュン切りの方がいいと思いますけど、先にもう、うん、数ピンでも切らないかなっていう気がしますよね、数ピンならまだですね、うん、チーピンなら切ってもいいけどみたいな、あとサブローワンもチュン切りたくないですね、うん、ペー切って、特に3ワンの時チートにも取れますからね、うん、黒沢はテンパイ取らなかったんですよね、今はパーワンの時ですね、パンチーワン取らなかったってことですね、はい、そうですね、うん、ね、こうなりますよね、やっぱローワン程度ではね、うん、これテンパイですね、小笠原さんテンパイ、はい、シャンポンテンパイはリーチせず、はい、リャンゾーとスピンのシャンポン、まあ、ちょっと
量刑変化が期待できすぎるからですね。まあ9ピン切っちゃってんのか。まあでも一手代わり単野もありますもんね。そうですね、うん、ローソーから入ってほしいですね。確かにできれば、うん、ローソーローピンの順とかで引いたらもうあれですからね。あ、今黒沢さん、そのローソーを引きました、うん、はい、小笠原役割になって、ただ今度はあれですからね、3ピンとか引いちゃったらあれですからね、うん、4ピンが包丁ですからね。数ピンか、数ピンが補充になっちゃうのか。だからチーピンが出ていく形はないか。ウーピンか、ウーピンはダメだ。ウーピンはチーピンで補充だ。ウーピンだけぐらいですか、うん、そうですよね、合ってますね。パソギンの方が良かったの気がするんだけど、気のせいかな。シャンポンのままた3色になるかもしれないわけだから、見てるのが6、7、8メインですね、多分判断が今のも小笠原ですか、うんうん、だから薄にまた切ったんでしょうね。はい、これリャンゾーってどこいるんですかね。リャンゾーだいぶ深いですよね。山ですね、川、ね、はい、にないですもんね、はい、リャンゾーがなんかペロッといてもおかしくないんですが、うん、でもちょっともったいないですよね。あ、詰まった。あ、チーピン詰まりましたね。さあ、魚谷が上がり、タイヤオズも500銭。ちょっと安くて良かったですね、うん、当時ちょっと小笠原さんからすればホッとしたところかもしれないですね。81差からゴッドを引きましたから1万600差ですか。さあ、難波に入りました。そうですね、はい、ちょっと差は開きました。3万7900点ですね、渡辺さん。あれ、さあ、ドラはウーワンです。ここです、359と273。サボヤパンの魚谷、うん、そして今追いかける小笠原、初ドイツ、そしてこちら黒沢です。111差か、うん、2500点広がるから。ちょっと頑張りどころですね。これ以上は大谷さんと差が広がるようだとだいぶ厳しくなりますからね、はいはい、うん、この1万点ちょいの差で差を広げられることなく次局の親番持ってきたいですよね。うーん、確かにそうですね。あ、ですからこう泣きますか、もうこれね、泣いても安くてもということですかね。今回泣いてもちょっと高くなりそうな手順になってるんですけど、はい、染め手にはなっていますけども、まあ、動いてはいける。これ、あー、8枚目からは声出さない、うん、初ね、出たんですけど、そうですね、黒沢から出ました、ね、1枚目の初は泣きませんでした、小笠原。あー、いいシャンテン、チーピンネック出た、仕掛けて、まだこの形、むしろそっちからいったね、うん、あ、初が今、あ、出ました、2枚目、これは泣きます で、 す、ね、で、いいシャンテンだ。これ1枚目吹かしてあるとやっぱあれなんですよ2枚目ってのは結構簡単に泣けやすいんですよね、うん、さあ、画面は黒沢です。まあ、実際1枚目の初泣いちゃうとそう簡単にこの貫禄ピンのタツに手かかってくれてないと思うんで、ウーピン切れます、残しますか。これチーピン切ってるんですけど、大谷さん下茶がピンズやめましたね、一度ワンズに、あー、テンパイ、いや、取りましたね。絶好じゃないですか。だなんと2ピン1通で満貫ですよ。本当ですね、いや、高くなりました。8000点の2ピンが満貫、サブローピンの休めはね、テンパにして5-2ですからね。それでもね、結構いいテンパイですよね。うん、いい数ピン引きましたね。テンパイでどうするか、 E1 全見え、もうウーピン押しちゃうと誰かからリャンピン出ちゃうかもしれないですよ。でもこの街の形でウーピンは大丈夫。 E1 がね、ない数ワンですけど役割ってことで押しましたね。
ピンフで。さあ、小笠原から。あ、そしてスーワンが出た。出ました。いや、これあのウーピン押せないとこの上がりないですよ。そうですね、ウォータニングマイ。いや、すごい鋭い。手が進んだっぽい自敗手出しだったと思うんですけど、あれが数字だったらやめてた可能性が結構高いかなと思いますよね。数字が回るまではまだひょっとしたら 1,3 点かもしれないってこともあるから押したと思うんで。うん、確かに、ね、それはありそうです。さあ、一本場つきました。第1局ドラは数層です。この展望状況で、うん、初1枚目をスルーしてペンちゃんから仕掛け始めて、初ポンして1枚手出し、それでなんかもうテンパが入ってる、しかも高いとか、ちょっと考えにくいですよね。確かにね、冷静に考えれば。まあまあまあ、レアケースです。うん、まあ、そういうことまでひっくるめて、いろいろ考慮した上で押してると思いますんで。さあ、黒沢。で、1500でしたね。はい、ピンフ。ドラはなかったんですもんね。うん、ピンフです。111から1500、126差。さあ、少しずつ点差を広げています、大谷。ちょっとショックですね。小笠原さんはちょっと絶好の手格好だっただけに、うん、ねえ。いや、じわじわと離れていくんですね、大谷さんが。まあ、安かったのが良かったですよね。まあ、唯一あれで 5% ぐらいあるとちょっとがっかりしちゃいますからね。でも、あの高め満貫の手をね、蹴られて離れられてみたいな、うん、ちょっと心にきますけど、まだまだあと1周ありますから。さあ、難波に入っていますが、うん、じりじりと大谷が点差を広げて、あと親番1回ずつ。まあ、正直大谷さんまだ全然足りないと思ってると思うんで、うん、何点あっても嫌ですよね。安全な距離ってそんなないですよね。さっきのね、うん、あ、さっきの自分が やったことの考えればね、まあ、あれもレアケースですけどね。やったことはやられる可能性はあるわけですもんね。でも何が起こるかは分からないですもんね、マーちゃんね。でもいろんなドラマ起こりすぎですけどね。今日はすごいいろいろありましたね本当に盛り上がりますけど、うん、はい、もうヒヤヒヤですよ、これ卓に座ってたら。いや、そうですよね。両関係、あ、テンパイ、うん、これはでもリーチって言わなきゃダメですね、こういう進行したんなら。9ピン切ったってのはもうこういうことですよ。はい、うん、6球走待ちです。かけました、かけました、9走はあと1枚。お、いる。はい、ローソーもいますか。ローソーがあと2枚ですか。山さん、ワニ1枚、手の中に1枚。どうですか。なるほど。まあ、こうなっちゃったらね、バカバカしいから、うん、大谷さんは折りになりますよね。うん、で、小笠原さんは手格好が見合えば押す可能性がありますけど。お、黒沢さん、いいじゃん、点。はい、黒沢も進みました。お、見合ってきちゃいましたね、だいぶさあ、現在綾瀬から6球走のリーチ飛んでいます。お、すごい、E ピンすら知らなかったですね、うん、リャンピン4枚見えなんですけどね、うん、現物。どうだ、足らない、うん、もうここもね、せめて天杯量ぐらい欲しいところ。積もった。あー、痩せ積もりました。裏乗った。1枚ありますね。リーチ積もドラ1、千二千は1100、2100。はい、痩せの上がり126からだったから、これで116、
1000点親かぶったからね。1-6か。さあ、局は進んでいきます。まあ、大谷さんはもうここです、はい、この曲親を落としたりすれば、はい、ハネマンクラスのこうつま上がりじゃないとまくられないんで、はい、だいぶ決着に近づきます。ドラは言いそう、初ポイツ。さあ痩せ、この曲上がっています。そして黒沢、現状トップの大谷です。まあそこまで良くはないですね、はい、うん、親がいいですもんね今回。まあ、ここは小笠原の頑張りどころ。一目つ、初どうなんだろう今回。一枚目から泣くんですかね。どんな判断になるんだろう。現在ここに1枚入っています。泣きますかねあれ。このバランスです。この形だったら泣きそうですよね1枚目から、うん、なんかあれが両面ダーツの複合みたいになってるマンズの部分とかで特にそうなんですけど、うん、はい、それならね面前頼みに、うん、リーチ手順がね踏めるんですけどね。あのカニちゃんっぽいところが2つね、どうなるか。まあでもまだ初で出てきませんもんね。次の一手で出るのかな。ただ ここでさ出てもちょっと、うん、ナイキじゃ何金のって話もなんか具合悪くないですかね。うーん、泣いて何切りますか。まあ、とりあえず数ピン切って、そう数ピン切って、あでも今こうなったんで入りましたねここに。泣かないかももう初。これ数ピン切っといてで、泣かない手順だ。うん、初出ても泣きませんね。はい、大谷ここで仕掛けました。この数ピンをポン、これから動くんですね大谷さん。大谷の仕掛けがこれ迷わなくなりましたね。いいリャンマンが帰ってきましたね、はい。まあ、こうなってたらしょうがないですね、うん、これで初ポンじゃないですか、うん、初はこれはもう、うん、間に合わなくなるわけにいかないんで大谷さんね動きましたから。さあいい射程になっています小笠原。できれば先にリーチ手順がいいけどな、うん、いい射程。まだ張らない。さあ両面になりました。3色見えますね、うん、ドラ結構生きてるんですね。言いそう、ん？言いそう、通奏ですよね。あ、言いそうですね。言いそう、はい、表記が今言いそうですね。表記間違ってる。あ、表記が間違ってるのか、はい、言いそうです。失礼しました。もう大谷さんが2枚切ってますね。僕ずっとドラが水槽だと思ってこの曲見てました。そうだったんですね、うん、あーこれ初めましての。そうですね、初来ましたけれども、あ、行った、うん、仕掛けた、はい、来ました。ピンパイ取る、はい、サブローピン、うん、スピード合わせに行きましたね、はい。もうちょっと12巡目ですからね。うん、あ、いい子の回とか13巡目か。立ちましたもんね。うん、宮の仕掛け、ダチーワンでしたね、うん、最後手出し。現物。いつも。ああ、小笠原、上がります。初のみ。500オール。さあ親の小笠原、ちょっと一曲繋いだ感じですね。これで9600点差ですか。もうちょっと上がっておかないと苦しいですよね。うん、さあ一本バーつきました。2曲です。
ドラは嘘。さあこちら親のハイパイ、キューピーアンアンコ。あ、すごい。あ、この形。あ、なんか。あ、そうですね。想像もメンツになっていました。え、ヤンシャンテンですよね。ヤンシャンテン。そして魚谷はこちらなんですよね。どうなってるの？はい。もうすでに何があんこで初が統一、はい、こちらもリャンシャンテンですもんね。ここはもうちょっと手を育てたいですね、うん、せっかくなら。いや、ここもすごいな。さあどちらが先に仕上がるか。あ、4連ができちゃうと G1 打ちたくなっちゃいますね。いや、打ってもいいんじゃないですか。ダメですか。ここは両面にしました。あ、先にピンズの両面決めるんだ。だから一番高い3色の手順を残してるんですね、はい、うん、一番残しは、うん、3ワンヘッドになって、うん、いや染めたいですねこれはね。おお、2つあんこ。さあどうなるか。さあ魚谷この初は仕掛けます。あ、これ結構勇気いりますよね、はい、1枚目から。クリアワンなんですか。おお。でも魚谷さんは何かあった時に何があるのが強いですよね。動くにあたって安全牌。何が嫌だって、カンパンはスモガン増やしたことぐらいか。まあまあでも先に自分が上がれるなら、ね、まあリーチで言うでしょ。行きましたね、はい、カンパーワンでリーチ、うん、カンパーワン、あと1枚か。はい、黒沢の手にあんこになっています。ちょっと魚谷さん黙っててよっていう気持ちも込めてのリーチ。まあパーソー切りになっちゃうかな現物。うん、そうですね。これね、魚谷さんがさ、ウーガンを押すとかみたいな手格好に進めばひょろっとパンがなんか出ちゃうことも十分あるなと思って見てたんですけど、まあ、こうなってしまうと、うん、パーソーに手がかかってるようだと、うん、はい、あとはまあウーガン実は山の中に結構いるんで、うん、まあ、小笠原さんがウーガンつもぎるっていうルート、うんうんうん、ただ遅くなったらダメですよ。早ければ早いほどそのパワー1が釣られる可能性は。ああ、出ましたね、黒沢から。出ましたね。はい、小笠原当たり上がります。リーチドラ1 3900、4200点。はい、さあさあ小笠原またもや上がりました。16から4に詰まりました。54差。いや、もうすぐじりじりと追い上げてきております。小笠原日本馬何2局、まあ、言い出したら切りないですけどね、はい、これでもしですよ、綾瀬さんとか黒沢さんから自分の手がまとまらないうちにリーチとか言われたら、うん、一応降りれますね。まあそうですね、5、4差ぐらいまで来てれば、はい、漫画をやかぶっても7、4差で残り2局ならまだ勝負になるんで、もう絶対に向かわなきゃいけない親ではないと。うん、まあ手がちょ、まあ、悪かったらですよ。まあ点差がね、はい、これなら親が落ちた後も いけそうだなっていう差だってことで、すごい手なんですよね。すごい想像、はい、すごい想像。ドラはウーピンです。でもいやー、どうなるんだ。さあ3ピン赤赤の魚谷、うん、ワンズ両面ターツがあるとちょっとパーソーは最低限引いて一通にしたいですね、うんうん、さあその小笠原、あ、なんか綾さんが良くなっちゃいましたねこれでね。そうですね、ちょっと単用がなくなっちゃうかもしれない。うん、まあでもまだリャンシャンテン綾瀬さん、お、サブロー相当G1 でイシャンテンですね。ピンクのイシャンテンになります、はい、そうですね、高くならないですからね、裾でいいでしょ、はい、リーチ手順。うん、2ワンか、あんまり嬉しくないです、うん、いいそう、イワンギリー
あ、これはいいですね。タンヤオが見えました。あれ、これサブロゾウめっちゃ薄くないですか。そうなんですよね。もう三層はいないし、ロウソウもあと2枚だけ。さあ、ピンチ行きましょう。2枚じゃないか、1枚か。さあ、魚谷ここで仕掛け、3品をフォームしますね。できるところが強い。おー、最低なことになってしまいましたね、これね。噂原。これはリーチでしょう。ね。はい。一通完成になっちゃいましたね。スチーワン。さあ、スチーワンですが。勝負手だ。はい。顔色変わらないんだな。ね。え、そんな変わりまくる方います？ああってなんない？やっちゃったみたいに。そっちはでも枚数十分じゃないですか。いや、そりゃそうですよね。だって、はい、そうですよ。ピンズに染めてる人だって。あ、詰まった。詰まりましたね。3枚3枚面ピン一発つも一通一通裏6000オールですね、はい、6000は6200オールだ。うわうわ、大きい。一気にこれでこれはもはねまん、うん、超えていった。これで24パー一撃で変わっちゃったわけだから、1万9000点ぐらいおかけなきゃいけないですから。強烈な一撃です、ね、うん、辛くなりましたね。さあ、何二局で大逆転。親番の小笠原3本場となりました。ドラがパーピンです。いや、これすごいですね、うん、決まり手になったかもしれない、はい、さあ、このままいけるか小笠原。そうですね、1、9、4差ですね。1、9、4差。さあ、初統一ペー統一。あ、また加点はできそうな形が来た。まあ、恥加点でも難しいと思うんですよね、うん、満足も2回ですからね、普通に考えちゃえばね、うんうん、そうですね。そして追いかける魚谷赤ドラ、もしくは満足もと 5、2直、うん、5、2直撃。まあ積極的にはできる。そう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 、うん、だからどのぐらいね、自分の手格好を整ってる時に上がりにきちんと結びつけるかですよね、うん、この点仕上がれば高い。あと やめるっていう選択肢も十分ありなんで、はい、先ほど直撃は避けたいですからね。はい、綾瀬はこれチューンも統一になりました。チューン1枚目スルー、まあ1枚ぐらい吹かしておかないと。あ、もう面本チートの2シャンテンですからね。はい、うん、うん、いやー、5万点そうですね、今表記小笠原まくり返せるのかな、大谷さん。おあ、あ、これはね、ちょっとそうですね、これ黒沢さん危ないんですよ。シャータンキーリーチ、さっきシャーの方残しちゃったんですよね。あー、出た。あー、一発リーチ一発目、ウホンチートイツ、1万2000は12900。はい、さあ、綾瀬がここで大きな上がり。はい、本気で持っている2人の矢どちらも終わりましたね。そうですね、うん、さあ、南三局です。さあ、この予選 B 卓2回戦終盤戦に入っています。親番綾瀬、さあ、ドラはウーマンです。魚谷さんにとってちょっと一つ、ね、これありました、勝つためのルートが増えました、うん、ね、うん、綾瀬さんがトップレーンまで行っちゃえば、うん、はい、2万600点差のお話のやつですね、うんうん、はい、うん、綾瀬さんがトップ、小笠原さんが2着、魚谷さんが3着っていう並びならば、2万600点差以内ならば、はい、大谷さんが上です。大谷さんが勝ちなんですよ、うんうん、2万700点差をつけられなければいいんです。そうで、今現状が194差なんで、はい、これ綾瀬さんが4000ゴールとか6000ゴール、まあ、6000ゴールだったら逆転です。4000ゴールとか言ってくればほぼ並びまでいくんで、もう一度ね、うん、並びそのままでの可能性が出てくる。まくらなくてもいいってことですね、自分自身が。なんか A ブロックでもそんな話がありました。ありましたね、ありましたね、うん、うん、でも本当そうですよ、そのパターンあります。まあ、ですからこの親番次第でかなり変わってくるという。もう小笠原さんがもうどうにか回していくっていうことを大事にした方がいいってことですね、うん、大谷さんね、こうそういう細かい計算とかね、
あのゲームマシン非常に巧みな方だから、はい、あの今言ってたようなことは分かってると思うんで、うん、綾さんからリーチが来たらあの 無理に自分がその1943をまくらなきゃなんていう焦り方でなんか進むことはないと思います。押してる時にはまあ賞賛ありと、もちろん親のリーチ開いたら、そう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 頑張れみたいな、高いの積もってって感じ積もれそうそうそう思いながら見る。親もね絶対売りませんから、親と一緒にこうなんか裏乗れって思って、そう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 、ね、積もっていってまた裏乗ってみたいな感じだと思うんですけど、実際こういう状況の時よく思いますよね。さあチートにも見えます。でも9番切ってどっちにも備えますか。はい、まあ、大谷さんの側から見てあれですからね、マンズよりはキンズの方がいいですからね。うん、あーローピンだ、ローピン薄いんですね。なんここは3枚目のチーバーを持ってきました。綾瀬これ悩みますけど、チートイツのイーシャンテンで構えるのが多そうですかね。これリャンピンが今2枚消えちゃってるんですよ場に、はい、これリャンピンがなんか落ちてなければ、うん、E1E1 って今言っても間に合うかもしれないかなとかっていう気がしますけど、うん、今3ピンとか泣けそうじゃないですか、黒い方が。ウッパーピンはまだいそうだし、うん、チートイツ、ドラドラ赤、チートイツにしちゃうと、うん、とにかく経点なしですからね。はい、景色ないね、この E1 が残ってると単用っていう、うん、あの仕掛けができなくなっちゃうんで、イシャンテン、さあ小笠原、これはいい論争が入りました。うん、うん、流しに行けるか、パク誰も持ってないですもんね、山です。さあここの親を流せると非常に有利なオーラス迎えられますね。いや本当ですよ、近づきます。さあその小笠原、うん、さあこの白がどこに出て、おー素晴らしいのありました、すごい、これ最高系の、あ、さあリーチもいったね。いやリャンペーカーも見えるななんて、うん、ロマンチストすぎました。どの道あれですか、どの道か曲数必要だからってことですかね。あと1枚だ、ちょっと打点があるんでもったいないんですよね。うん、闇っていればローピン出てもおかしくない牌だった気が。さあ大物手が入っていますよ。あペー泣いた、おすごいですね、大谷ペーを仕掛けました。結構ほっとく系かと思ったんですけどね、大沢さんがねもうテンポ入ってますからね、シュンって言いましたよねみたいな。はい、こちら魚谷、まあこれチュン本一ドラですからね、マンガンありますから、はい、3ワンは親の現物なんだ。そして3ワンは今三山、三山、そうですね、三山、いやこの今行った、いやいや、いやなんさあぶつかっています。なんてしびれる展開なんだ。あローピンここに来た、うん、これ最後のローピン、あと3枚、いや白もいますよ、白も2枚いますからね。さあ小笠原も、いやこっちも押してますね、うん、あ白ここだ、ここは出ない、うん、あと1枚、現物、うん、さあハラハラの展開、あいやこれ小笠原さん、これあれですね、3万止まんないっす、そうじゃないですか、これ今は止まらないですね、うん、さあ、実際に来ましたが、これはどうだ、止まっ、おお、やめれた、すごい、いや素晴らしい、びっくりしましたね、素晴らしいバランス、やっぱりあの魚谷さんの仕掛け、うん、まあもうマンズなんですけど、ね、しっかりもうここで次はこれをやめようって決めてたんですね、うん、さすがです。さあとなるとこの魚谷、なんかもう一回、いや実際問題としてこれ魚谷さんに自分が直撃で打たなければそこまで痛くないですから、はい、ね、まあそうです、オーラス、うん、まだあ、まあ親テンパイですけど、あと残りこれ自分で打っちゃったら最低なんで、さあまだどうだ、ああ吸収、もう一枚いますよ、でも終わりですね、あ今の配定でした
いやそうですか、魚谷綾瀬。いやこれはあれですね、谷先輩です、大沢さんですね、あそこ止めましたね、うん、3番を。ナイスプレーですね、はい、いや見事な判断でした。でもね、こういう状況の中でも冷静に場を見てますね、うん、状況とすごいイケイケの感じの雰囲気出てたんですけどね、こちら、ね、いや実際あそこまで親に対して無数でも言ってましたからね、バンバン言ってたんですが、ピタッと飛べました。さあ、なん3曲一本場つきました、ドラがパーピンです。さあ綾瀬さあ、まだ親番続いています。さあ今度はソーズ一面つ、ちょっと条件が軽くなりました。164差、はい、うん、さあこちら魚谷いいですね、デファルタッチ、はい、うん、一面つ、こちらがなかなかです、はい、さあ順が統一になりました。さあ後半に来て展開が早まっていますが、南三局一本場、うん、ここで一つメンツができました、うん、シャンテン、おお、いい牌引きましたね、これはね、うん、結構ネックだと思ってたんですけど、テンパイ、さあテンパイリーチ、そのまま行きました、はい、シャンポン、いいピンと9番、まあそうですね、まあ一発目です、いいピンはまだ2枚、9番はこちらも2枚ですか、そんなに生きてる、はい、あーちょっと、ね、あー出ました、なんとなんと、うわ、魚谷の上がり、リーチ直撃ですね、赤三色、あ、三色赤裏、いや、これで、いや、これはね、これ逆転ですね、逆転、逆転しましたね、はい、最後はもう接戦です。さあ、南四局、これオーラス、いやこれは痛い、1200点差になりますので、ね、そうです、1200点差ってことは600点を上乗せしなきゃいけないんで、1800点を超える差をつけなきゃダメです、うん、上がりを取るときに、うんうん、だから1000点の直撃は OK ですけど、はい、2000点をどっから上がってもいいみたいな、そんな感じですね、うんうん、なるほど、はい、300、500は足らないです、うん、綾瀬さんと黒沢さんから1000点はダメってことですね、うんうん、今あの対局ルームのメンバーにも、はい、その情報行き渡りましたので、はい、さあ南四局いよいよオーラスです。いやー予選 B 卓2回戦現状は大谷さん、はい、一回はね、ああいう3ワンは止めても次局もまたね、あの早いリーチの、そうですね、当たり牌、しかも8000って言われたんではね、いやチャドラは A ですが、うん、ね、そうですね、あれはもうまだすぐね、逆転できる、うん、2000点で足りますし、状況ですからね、出上がりなら1000点、うん、直撃なら1000点ですね、直撃、はい、さあ条件は軽い、軽いですけども、ちょっとドラがペイということで、はい、2000点を作る、ドラを作るには使うにはちょっと難しいか、現状誰も持っておりません、あ、1枚切っていますね、大谷が、うん、単品とかですか、うん、2000点は足りますから ね、はい、うん、あれは今日9万とか言いそうとか、あと赤3品もいますね、1枚、はい、まだ1枚いますからね、うん、まあでも大谷さんの手も悪くないから、あ、さらに育つ、さあ小笠原スピード勝負、大谷どちらが準決勝に進出するんでしょうか、あれ、いや、なにこのもうギリギリの戦い、うん、ちょっとギリギリのタイミングであれですよね、大谷さん切ってる牌があの小笠原さんが泣きにくくなっていきますよね、さあこれで9万か、今ね一度確認入ったんですね、うん、だから手が止まったんですね、
さあ9万を切りました。欲しいイースーピン、トイトイもあるか、うん、それかチリトイツ、今イーシャンテンですもんね。そこはサーラです。いやこの手こちらですよね。三品切って、はい、もう三品しかないですね、うん、広くして、いやほんと紙一重、うん、速度感もほぼ一緒。さあどっちだ。あ、チーワン2枚目キャンピン9万ですか。いや天敗能天の戦いになっちゃうかもしれないですね。うん、ひょっとすると G1 2枚切れではそのまんまでは押せないですね。一応3品が現物ありますもんね。さあオーラスもいよいよこれで結果が出てしまうのか。いやまだね、黒沢さんの 手が時間かかりそうですからね。そうですよね、うん、1局で終わっちゃうかも。うん、親番の黒沢1回戦2回戦と苦しい対局になりました。どうだ。さあこちらは、あ、張りました。これなら大丈夫。しかも両ペイコ、つきましたね。変えられますからね、はい、単用チートイツなんで、はい、現状 G1 短期で待っておりますが、小笠原もう次変えたいぐらいです。うん、あ、決まった。すごい、ラスハイツモだ。すごい、タンツモ、リャンペイコ、2004戦。いやいやいや、すごいラスハイ、もう一度まくり返した。まくり返して終わりました。いやー、なんとなんという負け切れなんでしょうか。ドラマですね。今何だったら待ち返したいかな、何したいかななんて考えてたんですよ、ね、上がれると思ってなかったから。悩みいりませんでしたね、うん。いやでもすごい展開に本当に最後までなりましたけれども、さあこの後に、まあ、あの中にいるメンバーにもお話を伺いますが、感想もちょっといただきたいんですけれども、はい、日向さんいかがでしたかね。最後ね、今こちらから選手たちのカメラ出てるんですけど、うん、はい、大谷さんが最後あの拍手したんですよ。あ、でもパチパチパチってしてて、はいはい、いや本当最後これはもう見事っていうのは選手たちも感じてて、うん、なんか最後爽やかな終わりでしたね。あ、なるほどね、はい、お見事でした。はい、二見さんいかがでしたかね。その話多分今週の、うん、あの女流日本シリーズ、うん、あ、そうですね、それのね、決勝のラストシーンのお話につながってると思うんですよね。黒沢さんが、あのちょうど黒沢さんと大谷さんが決勝ね、うん、最後まで優勝争ってて、で終わるなり、あの負けた黒沢さんからおめでとうってすぐに言われて、あの私もそういう人でありたいってみたいなね、うん、器の広さを感じたっていう、大谷さんがこうツイートしてましたんで、うん、多分そういう話もあってつながりがあるかもしれません。そう、終わってこう、まあ、悔しい負けだと思うんですけど、今のね、おめでとうってこうそんな感じだと思いますよ、うん、そうですね、うん、さあでは、中の対局者にお話を伺ってみたいと思います。リポーターの篠原プロお願いします。はい、ではあの良いだった、黒沢さん、はい、お願いします。いかがでしたか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。2回とも飛びましたそうですね、ちょっとく、うん、まあ、なんでしょう、あの上の2人が競っているので、できるだけ、うん、まあ、自分が甘い敗をしたりだとか、まあ、そういうことにならないようにって打ってたんですけど、ちょっと1回小笠原さんにあの、まあ、折り打ちというか、あのローアンの壁で打っちゃったのがあって、申し訳ないなと思ったんですけれども、やっぱり大谷さん上がり返してまた再び逆転して、うん、もう一緒に戦っていたんですけれども、見ていて楽しかったですちょっと私は参加できませんでしたけれども、はい、あとはまあ、なんかさっき大谷さんが言ってくれたんですけれども、まああれですね、ちょっと目なしになって、でまあ、誰も私のことなんて見てないと思っていたんですけれども、まあ、そういう中でもきちっと打ってるのを見てくださってる方がいるんだろうと思ったので、明日からまた一生懸命勉強して強くなりたいと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、続きまして3位だった綾瀬さん、お願いいたします。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか。いやもう
なんだろう、反省するところばかりで、なんというか今日私一人でこう結構荒らしてしまったなっていう気持ちもすごいありまして、でもまあなんだろう、最後の親番までは自分のできる限り精一杯やろうと思って、今の自分ができるのはこれしかないから、その精一杯で最後の親番まではやろうと思って戦いました。でも全然勉強が足りなかったの、まだ全然足りてないのと、あと多分私の今日の敗因って、その宝珠を怖がる気持ちから生まれる宝珠ばっかりだったと思うので、その辺をちゃんと勉強し直したいなと思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では大谷さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いかがでしたか？そうですね、トップ面立ってからの戦い方はもうちょっと違うやり方やってたら、まあ、優勝してたかもしれないなとは思うんですけど、まあ、とりあえず見せ場を作って、なおちゃんをちょっと苦しめて、ちょっとこれからの多分糧にしてくれればいいなっていう気持ちで打ってたんで、はい、最後は積もって見事でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、では1位の小笠原さん、お願いいたします。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか？やっぱりここぞっと時に手が入ってくれたんで、はい、こう優勝できて、今日は優勝できたのかなって思うんですけど、やっぱりどうしても不安定なところが多すぎて、応援してくださってる方とかもすごく不安にさせてたかなと思うんで、ちょっとこれじゃダメだと思うんで、ちゃんとたくさん練習してこようと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、では砂尾さん、こちらからは以上です。はい、ありがとうございました。まあ、慣れないレポートだったんでね、大変だったと思いますけれども、篠原プロもお疲れ様でございました。まあこれで小笠原プロの勝ち上がり決定、はい、今日の A 択 B 択の準決勝進出者が決定いたしました。さあ、そしてですね、こちらはですね、次回6月に行われます第2ブロックの出場者が決定しております。メンバーがこちら、二見さんいかがですかね。大島プロ、手塚崎プロ、早川プロ、宮内プロもいますしね、浅見プロに西条プロ、富本プロに柳瀬プロ、結構このですかね、クイーンカップでおなじみのメンバーですかね、豪華ですよね、本当に、うん、ね、まあ、女流界で活躍していますトッププロがですね、うん、こちらに6月14日になりますからね、ぜひ皆さん第2ブロックこのチャンネルで放送いたしますので、ぜひご期待いただきたいと思います。まあでもこれね、これいい、今日の A 択 B 択のこのドラマがまた6月にあるかもしれませんのでね濃いですね、はい、濃いですよね。さあ、ということで次は6月14日予選第2ブロックとなります。では皆様、6月にお会いしましょう。お二人もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではさようなら。アイマショー。